新春ぐるぐるガイドを渡すざる3時からの予定で今から始めさせてもらいます。お願いします。いろんなところで新春のぐるぐるガイドやってきて3時のこの渡すざるが最後になります。皆さんいろんなところ聞かれてきたと思うのでいろんな動物のことを詳しくなったかと思いますが、渡すざるのこちらの展示場ですね、ちょっとずつ説明させてもらいます。まずあのお猿さんたちについて、この子たち、先ほどもご説明しましたようにパタスザルという名前です。この子たちですね、アフリカにいるお猿さんで一番の特徴は世界で一番足の速いお猿さんです。ですね、人間の世界最速がウサイン・ボルト選手、ウサイン・ボルト選手が 100m を9.58 で走るって言われてます。で、パタスザルですね、だいたいオスが 80cm ぐらい、体重が 13kg ぐらいって言われてます。同じ 100m を 同じように走ったときにパタスザルはどれぐらいで走れるかっていうのがちょっとクイズ出してみたいと思います。同じようにパタスザル、ボルト選手、よーいどんで位置につきます。このときにボルト選手とパタスザルどうなるでしょうか。先ほど言いましたようにボルト選手は 100m を 9.58 で走ります。パタスザルは何秒で走ることができるか、3択ぐらいでクイズしてみましょうか。1番 5.6 秒、2番 6.6 秒、3番 7.6 秒、どれぐらいになると思いますか。1番の 5.5 秒ぐらいだと、5.6 秒ぐらいだと思う方、これはあまりいない。6.6 秒ぐらいだと思う方、結構ですね。3番、7.6 秒ぐらいだと思う方、これもちょっと、答えはですね、6.6 秒ぐらいになります。時速大体50キロから60キロぐらいって言われています。パタスザルなんですけども、こう、どうやって測ったかっていうと、よくこれが調べてるとは分からないんですけども、およそ車が走った距離と同じところをカメラで撮ってどのくらいのスピードになるかを測ったかって言われています。でもおよそ60キロだと言われています。ちょっと余談なんですけども、今年のお正月から平成30年からですね、飼育員やその他事務所の関係、緑の協会、博物館の学芸員の方、それぞれこういった缶バッジをつけています。これですね、その人の担当を意味しています。自分がパタスザルの担当なので、これ制限速度60キロとパタスザルが書かれてるんですけども、一人一人オリジナルで作ったものなので1個しかありません。他の人見てみるとカバの絵が描いてあったり、ゾウの絵が描いてあったり、いろんなその人の担当だったり、事務所の方ですとね、電気工事とか書かれたり、今日園長とお会いしたんですけど、園長は園長って書いてありました。すいません、余談になりましたね。で、パタスザル、生息地がアフリカになります。アフリカ大陸の模型がですね、これが8億4000分の1ぐらいのアフリカ大陸です。アフリカ大陸は縦に長い形になってまして、赤道がこの辺りに走ってます。その中ですね、パタスザルが生息しているのは赤道以南から以北、ちょっとこの真ん中の辺りに生息していると言われています。砂漠の辺りにもいるし、サバンナの辺りにもいます。で、森林地帯にもいます。結構いろんなところに生息しています。
ですね、パタスザルの生息域、今この赤いラインで示しているんですけども、パタスザルのパタスという意味は、この辺り、ちょっと自分も曖昧なんですけど、セネガルの国の言葉で、ウォルフ語という言葉があります。ウォルフ語でパタスというのが赤いという意味なので、パタスザルという言われています。なんで赤いのかなと思うんですけれども、背中がちょっと赤茶色をしているので、この背中の色からパタス、赤いザルということで、パタスザルと言われています。パタスザル、よく見てもらうと、手足がとても長く、尻尾もすごく長いです。このスラーッとした体型のおかげもあって、とても速く走れると言われています。よくですね、ご覧いただけるお客様の中で、西園の近くに、サルデッキですね。サルデッキという施設があるんですけども、お猿さんたくさんいる施設です。そのサルデッキに、なんでこのパタスザルはいないのってよく聞かれるんですけども、動物園では、結構生息地ごとにこうエリアを決めて動物を飼育しているところがあるので、アフリカのお猿さんのパタスザルはこちらのアフリカ園のエリアにいます。こちらの住所のコンセプトはですね、こうアフリカ園を一体見渡せるというコンセプトでパタスザル茶作られています。パタスザルの奥に今歩いているエランド、あとキリンが2頭ですね。でこちら右手見てもらえるとですね、今お客さんにちょっとガラス面でクジパクをパワーパワーやってる、あれが桃色ペリカンです。桃色ペリカンの奥にですね、ちょっと囲われた施設、今ちょっと見えないんですけども、あそこにホオジロカンムリズルというアフリカのツルの仲間が暮らしてます。この5種類が、あ、ごめんなさい、でちょっとごめんなさい、左自分から見て中央ですね、中央のここのところに今お尻だけ白サイの様子が見えるんですけども、実はこのパタスザル社、シロサイも見える施設になっています。なのでよく見ていただけると、ここ夏は冷房、冬は暖房がかかっているので、快適にアフリカ園の動物たちが見ることができます。今あそこの、ギガンっていいます、人間が作った岩ですね、ギガンの上にカラスが止まっています。あそこに野生のサギとかカラスがいて、ペリカンの魚を狙っているので、野生の動物も見ることができます。結構こう動物園でコンセプトが決まってまして、豊橋動物園は、生態展示と言われてます。その土地にの様子を模した住所をしていたりとか、その土地の様子を表した生態展示という展示の仕方をしています。はい、ですね、パタスザルちょっと紹介させてもらう、今度ご飯の紹介させてもらいます。パタスザル1日にこれぐらいのものを食べます。ほとんど野菜中心ですね。リンゴ、バナナ、人参、さつまいも、キャベツ、小松菜、インゲン、キウイ、あと動物性タンパク質の煮干しとかゆで卵、他に皮付きのピーナッツとか、これですね、ドッグフードのお猿さんバージョンだと思ってください。これペレットと言います。これ食べたりします。これはですね、日本ザルも同じものを食べてます。少し難しい話になるんですけども、パタスザル草食のごめんなさい、草食のお猿さんの中では肉食の強い方だと言われています。虫とかトカゲ、ヘビの卵とか大好きだそうです。この子たちもですね、夏場に、セミがこちらの格子状網から入ってきたりするんですけども、セミをパッと食べてすごくセミは好きそうですね。他にもですね、金網の向こうにこう手を伸ばしてコオロギを捕まえて、コオロギを食べたりとかバッタを食べたりとかしています。このパタスザルとても身体能力が高いので、自分も見ていて驚いたのがですね、壁走りというか、トンボがこの帽子の中に入り込んだんですね。でトンボってこう停滞して飛ぶことができるので、この停滞した瞬間に壁をパパッと蹴り上げて、トンボをパシッと掴んで羽だけもいで美味しいお腹の部分だけ食べてました。やっぱりお猿さんの中でもかなり身体能力が高いものです。ですね、この子たち、お猿さんには住み方が2種類あるんですけども、樹上性という住み方、あと地表性という住み方、2種類あります。
樹上性というのが木の上に登って一生のほとんどを木の上で過ごす過ごし方、二つ目が地上性といって地上で生活する様子、二つあります。この子たちは地上性のお猿さんになります。マンドリルやパタスダル、あとヒヒなんかの仲間を地表性が強いと言われています。この子たちも地表性が強いですね。この子たちが住んでいるところがサバンナとか砂漠のところが多いので木が少ないということで、木から木に移るときに外敵に襲われないよう素早く行動するために足が速くなったんじゃないかと言われています。そのために、地表性でありながら夜の寝る時間や敵に襲われないために木に登るのもとても上手です。はい。どうしようかな。パタスダル、じゃあ、農業パークでは7頭飼育しています。7頭の自己紹介、ちょっとさせていただきます。今、ここの展示場ですね。これ、格子状っていうんですけども、この展示場には4頭のパタスダルいます。全部メスの女の子のパタスダルが4頭います。全員血のつながった家族です。今ですね、そちらの岩の上、そちらの上、あの岩の上にいる猿、この子おばあちゃんの乙女という名前です。乙女の特徴はですね、ちょっと尻尾が短いところが特徴です。今口をこうブクブクしてるんですけども、これ体調が悪いとかいうものじゃなくて、この子の癖みたいなもので、自分とか飼育員に対してこうよくやってきます。唾を吹きかけるとかそういうことはないんで、とてもこの子はいい子なんですけども、この子は、ガラス面に近づく女性や子供の方をこうガラスにバンと威嚇しに行きます。お猿さんとても賢いので、男性女性大人子供を見分けて、自分が勝てる相手、小さいお子さんや女性の方にこう威嚇してこうワッとやっていきます。どこで見分けてるのかちょっと自分も分かんないんですけど、自分や他の男性飼育員には絶対やってこないんですけども、他の女性の飼育員やお子様が入られるとこうガラスを叩いたりして威嚇していきます。やっぱりお猿さんなのでね、とても知能が高く賢いなと思います。次にですね、この乙女の娘がいます。乙女の娘のメロディーを探してるんですけど、あ、いましたね。メロディー、今そこのコーナーの上にいます。これ、メロディーというメスのパタスダルです。今、口開けて威嚇してますね。さっき威嚇したんですけど、これはお客様に対して、自分に対してやってます。このメロディーはですね、賢くて人間に絶対近づってこないです。一定の距離を保って餌も手で渡しても絶対近づってこないです。よくお猿さんの猿回しやって、言うことを聞くお猿さんが賢いとか、他の言うことを聞く動物が賢いっていう言ってくださる方もいるんですけども、それはもちろん賢いんですけども、そういう面の賢さとは違って、人に慣れてないっていうのも賢い一つだなと自分は思っています。はい。で、メロディーに 2匹の娘がいます。ですね、次女のハーモニーが今、左右の鉄骨にいるんですけど、右側の鉄骨にいるのが次女のハーモニーです。こちらですね、今違うそっぽ向いてますね。上の方にいます。自分が指して右の鉄骨の方、ハーモニーとリズムという姉妹なんですけども、ハーモニーは妹です。ハーモニーはですね、臆病でちょっとナイーブな女の子です。あんま大きい音とか立てるとちょっと飼育員のこと嫌いになっちゃうんで、あんまりやらないんですけど、あ、ごめんなさい、ちょっと見間違えましたね。鉄骨の今中央にいるのは、これがメロディーですね。乙女がいて、メロディーがいて、ハーモニーがいて、もう一頭リズムというお猿さんがいるんですけども、リズムはどうかな。リズムはですね、そちら、左一番、寝室に通じる入り口のあそこの角にいますね。リズムはですね、妹のハーモニーと違ってとても好奇心が強くて、
人にも慣れてます。自分の手からの餌も食べてくれます。あとですね、メロディーの息子、末っ子ですね、フォルテっていうチビがいたんですけども、この子だいぶちょっと大きくなりまして、こちらのお知らせにあります通り、ちょっと独り立ちの時期になりましたので、裏の方にもう一つお部屋があるので、そちらでちょっと一人暮らしを始めました。大人のオスになるためにちょっと勉強として一人で過ごしています。1月の1日に他の部屋に移したんですけども、結構この子肝が座ってまして、一人の部屋にしても平気で過ごしています。餌もよく食べてくれて、体調も何も問題ありません。はい、でメロディーとメロディーの間の3頭の子供のお父さん、こちらハタリドというオスの男の猿です。オスの猿ですね。ハタリドは見てもらった通り、こう大人のオスらしくてとってもかっこいいです。今年がちょっと犬年なんで、牙、犬歯についてちょっと書かせてもらった分もあるんですけど、犬歯がとても鋭くて他のメスにはない特徴ですね。やっぱり犬歯が鋭くて体が 1.5 倍ぐらい大きいですね。一回りぐらい大きい。で結構端正な顔を立ちしてて、自分はイケメンだなと思ってパタリのこと見てます。はい、でこの6頭と血縁関係ないんですけども、これ一番のおばあちゃん、ノブと言います。ノブばあさんですね。ノブはですね、パタスザルの平均寿命が15年くらいと言われます。これは野生の寿命なんですけども、15年くらいって言われてる中で、飼育でも19年くらいが最高って言われてるんですけども、この子今21歳以上って言われてます。相当なおばあちゃんです。ちょっとヨロヨロはしてるんですけども、毎日餌もしっかり食べてくれて元気に過ごしてます。この子も人に慣れてまして、自分が近づくと背中かいてってこう金網の前に背中をスッと差し出してきて、まあコミュニケーションを取る動物なので自分もこうかいてやるんですけど、それがいいのか悪いのか自分には結構慣れてくれてますね。ノブも、パタピロもポルテも観察台 B の方からもしかしたら金網登って顔を見せてくれるかもしれません。はい、まあちょっと余談になっちゃうんですけども、今年、ノーホイパークでは、いろんなイベントをやらさせてもらいました。今日も、新春の福袋っていって体験型の福袋をやらせてもらったり、獣フレンズっていうアニメとこうコラボさせてもらったり、いろいろしました。サーバルキャットとフェネックスが人気で、夜行性動物館にたくさんお客さん来てもらいました。お猿さんのフレンズはいないってことで、自分はアニメを1話だけ見て、あと見てないんですけど、パタスザルのフレンズが出てくれて、パタスザルがこうフューチャーされるといいなと常々思ってます。はい、あとですね、動物園に行ったらこんなとこ見てもらいたいなっていう、まあ、自分の感想というか、まあ、ちょっとお願いというか、動物園行きますといろんな動物いるんですけど、ちょっと見てほしいのが動物たちのいるこの展示場を見てほしいです。なるべく自分も今年結構何十もの園に行かせてもらったんですけれども、その中でもノーホイパークの自慢としてこのアフリカ園の景観は結構好きです。この広々としたところにキリンが2頭、エランドが今4頭かな3頭かないるんですけども、すごい、まあ雄大じゃ雄大かなと思ってます。ウリュウとユララっていうキリンなんですけども、あの2頭もすごくのんびり歩いてたり、エランドたちも落ち着いて過ごしていることができたり、こんなに広いパタスザル社は多分日本にはないと思うので、この子たちがですね、この世界の最速の猿ということで足が速いのを見せるためにこの獣舎は縦長になってます。あ、すみません、横長になってます。まああまり野生種ないんでこうパパパッと全速力で走ってくれることはないんですけども、それでもこの
常々感じます。動物園ではですね、いろんな工夫がしてまして、なるべく時間をかけてご飯を食べるようにしてもらってます。これはなぜかというとですね、動物はですね、一日中餌を探して歩き回ったり考えたりして餌を取る行動をしてます。動物園はそういうことがしないので、決まった時間に決まった餌こうポンって置いてあったりとか、飼育員さんが投げたりとか、そういうことがあるんですけども、そういうのより少し考えてもらったりだとか、時間をかけて餌を取ってもらいたいなと思って、今の竹の筒がありますね、あれフィーダーと言います。いろんなタイプがあるんですけども、この前自分が作ったばっかで、あのタイプはですね、あそこにピーナッツやレーズンなんかを入れてこうぐるんとこうひっくり返してもらうと餌が出る仕組みになってます。ああいう簡単な仕組みでもですね、いろいろ考えて猿たちが暇な時間を減らしてくれると、子供たちの健康管理もすごく良くなるので、そういった行為もしてます。はい、そうですね、ちょっとたくさん喋ったので、何か質問等あれば受け付けたいと思います。